ソークルわフェリオ、ソークルわフェリオ、ソーガーフェリオは、富山県富山市ソークルわに所在する複合商業、施設である。ソークルわ指定株式会社が運営。店舗名、フェリオは、幸福なを意味するイタリア語の、ファリーチターと、タイガを指すスペイン語の、リオを組み合わせた造語で、中心市街地の憩いの場にしたいという思いが、込められている。1九9二年に、 地元商店主らが中心となり、再開発準備組合が設立され、2004年に、ソークルワ通り南地区市街地再開発組合に移行し、後に着工。2007年、平成19年9月21日に、ソークルワ南地区の再開発ビルとして、地上7階、地下1階で、富山県富山市ソークルワ3から8から6にオープンした。大和富山店 富山大和をキーテナントに様々な専門店で構成されている。そのうち富山大和は1階から3階の大部分と地下1階と4階から6階に入居しており、7階は全フロアが木の国や書店で構成される。営業時間は大和及び大部分の店舗が10時19時、一部店舗を除く木の国や書店が10時20時、レストラン街が10時22時、 ラストオーダーは21時まで、定休日は水曜日、不定休である。また当施設には、全天候型野外広場の、グランドプラザが隣接し、賑わい喪失に一役買っている。そう来るはフェリオと、グランドプラザの開業を記念して、富山市内の路面電車や、コミュニティバスは24日まで無料化されるなど、中心市街地活性化のために集客策が取られ、初日、 21日が8万人、2日目22日が7万人、3日目23日が10万人、4日目24日が8万人と、開業から4日間で33万人を集めた。金沢への流出を食い止めることを目標に、北陸最大規模の化粧品売り場や47に上る北陸発登場、富山県発が他に77のブランドを武器に勝負を、 かけたが、開業4日目午後2時の立体駐車場で90%以上が、富山の地元客、金沢から富山に向かう高速バスの乗客数は普段、通りと流出を食い止めるほどではなかったものの、大和と山店の開業初年度の売上高が、9店からの移転直前と比較して2割増となり、9店舗より約40億円増の200億円を超えたほか、専門店街の売り上げも、 目標の20億円を上回るなど好調なスタートを打った。こうした高い集客力を活かそうと、周辺3商店街の各商店が一斉に特売などのセールを展開する、オータムフェスタが10月に開催するなど、地元側も集客を活かそうとし、ソークルア通りの店舗の空き店舗がなくなるとともに、約60%が改装、新装に踏み切るなど通りの雰囲気が一変したり、 富山駅前のマリエト山も、投資施設開業直前の9月1日に、館内の3分の1を改装する、大改めに踏み切るなど、富山都心部の商業集積大きな刺激となった。しかし、その集客効果は、投資施設に、極めて近いソークルワ通りの一部のみに止まり、他の商店街への波及がほとんど見られないという指摘もある。2008年、 平成20年9月からフェリオ専門店街の各店舗でマトの商品券を利用できるようにしたり、2009年、平成21年からは屋上を緑化して、立山連峰を一望できる街中公園として、買い物客や観客に開放するとともに、ビルの光熱費抑制を目指したり、敷地内の地下水を組み上げて、上水道として用いる設備を導入して、 コストダウンと災害時の水の供給力の確保を兼ねる、などの工夫を凝らし、2010年、平成22年から管理会社ソークルワシティが連続して最終黒字を計上することに成功している。投資設地下1階の駐輪場の PR 不足なども、相まって、開業当初周辺のソークルワ通りや、国道41号の歩道上への大量の路上駐輪が発生して、 問題となり商店主などからも苦情が出たため、2009年、平成21年3月に、近くの西町の平和通沿いに150台収容の駐輪場が、富山市によって新たに開設されることとなった。2008年、平成20年8月16日、富山市で午後3時50分までの1時間に52.5ミリの非常に激しい雨が降り、隣接する。 全天候型広場、グランドプラザに降った雨水が、フェリオ1階と地下にも流れ込ん地下が、営業休止に追い込まれ、水害への意外な弱さが明らかになった。大和旧と山店は1932年、昭和7年8月20日に、富山市西町で一部営業を開始し、同年11月10日に、宮市大丸と山店開店として、百貨店を開業した宮市、 大丸発の本格的な視点で、開業当初から、金沢の本店を上回る売り上げを上げて1934年、昭和9年12月2日に、鉄筋コンクリート作り6階建てに増築して、さらに1937年、昭和12年11月には、地上8階地下1階に増築し、中核店舗の一つになっていた。建物は、富山大空襲でも焼け残り、 その後も1965年、昭和40年、1973年、昭和48年と何度か増築したが、老朽化を機に2007年、平成19年9月17日に閉店し、ソークルはフェリオのキーテナンとして入居した。3倍に広がった地下食品売り場などを武器に集客し、リーマンショックによる景気低迷を受けて売り上げが急減した際も、 開業を2年目に入ったことと重なったにもかかわらず、予想以上の数字を残して営業時を維持していたため、本店に次ぐ主力店舗として存続している。2012年、平成24年2月期でも、前年比0.7%増の売上高188.44億円と、北陸3県に5店舗ある百貨店で唯一前年、比プラスとなるなど、 比較的堅調に売り上げを上げ続けている。旧店舗跡地は周辺を含めた再開発構想があり、2006年平成18年8月11日に市街地再開発準備組合の代表が富山市長に面会して中総会に図書館を入居させて、富山市に60の70億円での施設の保留取得する構想への参画を要望したが、 財政負担が大きく保留床の取得は困難と市長が回答したため、この際開発構想は見直しを迫られることとなった。その後富山第一銀行の本店を移転する構想が浮上して2008年、平成20年9月12日に報道されたが、その後話し合いが進まなかったため、富山市が一旦は予算計上した事業費を全額削除したことも悪化。 1970年、昭和45年に建設されて老朽化が進んでいる、富山市図書館を移転して入居させる構想が2010年、平成22年1月29日に発表されるなど、再び動き始め、2011年、平成23年8月11日までに、富山市ガラス美術館が1の3階、富山市図書館が4の6階、他に、 富山第一銀行などが入居する地上を9階地下1階建て、延べ床面積2万7000メートル、総事業費178点5億円という構想が固まって富山市案とされたが、11月25日に開かれた富山市の検討委員会で、大学教授や商店街組合の代表らで構成された委員から、美術館、図書館だけでは賑わいは戻らない。施設の核になるようなものが、 もう少しあってもいいなど、集客の観点から、市案の修正を求める意見が、相次ぎ、変更される可能性も生じている。その後、2015年、平成27年8月22日に、富山きらりとして開業している。地上7階、地下1階建てで、3階と6階で、グランドパーキングと、地下1階で駐輪場と連絡している。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。